4月1日はエイプリルフールっていうことでね、もう巷でエイプリルネタが、ね、溢れ返っているっていうところになっているんですが、今回の動画はですね、まあ、そんなエイプリルネタをやっているアニメとか、ラノベとか、そこら辺まとめて見たっていう動画になってきます。はい。まあ、いろんな面白いものがあったんですけれどもね、その中で、いくつかピックアップして、この動画紹介していきたいと思います。プルシュカ発監督作品メイドインアビスがですね、4月1日本日放送決定ということでね、あの、傷を めぐってきているのか、はたまた癒しに来ているのか、いまいちよくわかんないっていうところなんですけれどもね。でもね、メイドインアビスのエイプリルネタってね、以前ね、マルルクちゃんの日常っていうエイプリルネタがあったんですけれどもね、それエイプリルネタかと思ったら、後にね、あの、現実になるっていうこともあったりしたので、なかなか、あの、気が抜けないなっていうところになってきますね。<laughs> アニメご注文はうさぎですかの公式サイトが、ご注文は幸せですかに変わっております。え、こちらではですね、え、テイクアウトブルーバードということでね、 なんか、青い鳥を孵化させるゲームがプレイできるようになっております。そちらの方で、ご中んに登場する夏目とエルっていうキャラクターがいるんですけれども、まだね、アニメには登場していないキャラなんですけれども、こちらの、えー、キャラがメインで進行していきましてね、声もついているっていうことでね、めちゃくちゃ豪華な仕様となっております。新作アニメ、柳ちゃんは遊びたいと、月さんは遊びたいが2022年にテレビアニメ放送決定ということでね、う崎きちゃんの妹と、あの、ママがね、えー、主役となるラブコメが始まります。 らしいです普通にうざきちゃんママのやつは見たいお隣の小悪魔様にいつの間にかダメ人間にされていたけんいやこれはこれでいいぞ私に小悪魔が舞い降りた2022年劇場公開決定天使小悪魔になりがち rpg 不動産と町角魔族のコラボが決定放送日は4月31日4月は30日までユージ静かなる強者2000 x 年全国労働省むしろこれがいいサビクイビスコの公式がチロルにジャ ジャックされましたが、すぐ赤星ビスコに捕まりました。可愛いのが好きなので、メイドに曲振りしたいと思います。可愛い,い。 本月の下克上、乙女ゲーム化決定。配信は2222 22年の4月1日。呪術回戦モルカーコラボ。ラブライブ関連ありすぎです。現実のヨハネ、アニメ化。有機切な実写映画化の主演に抜擢。ラブライブスーパースターが連続短編ドラマに進出。現実のヨハネは普通に見たい。ゲームアプリ、アイドル昆虫、カブトボーグのリリースが発表されました。いや、カブトボーグはいつもエイプリルフールみたいやん。ま宗むねくんのリベンジ、第3期制作決定ということなので、 ですがいや2期やってないやんっていうねでもですねこれ実はちょっと不思議なところでこの設置されているロゴの看板の後ろに何か隠されていてまあ、その内容は後日発表されるということでもしかしたらもしかするのかもしれないっていうところでございましたプリマドールが Uber Eats 始めましたかなり凝った作りとなっております公式サイトで商品を注文すると商品をお届けしてくれるのですがボイスメッセージを添えて届けてくれますカッコのいいんや付け魔法 少女格闘計画見知らぬ女子高生に監禁された漫画家の話テレビアニメ化いや割とマジでありそうなのが面白いしかも公式サイトもかなり作り込まれておりますアクション対魔忍アニメ化決定え ということで、エイプリルネタ、かなり凝ったものからかなり適当なものまで、幅広くいろんなものが公開されております。これで紹介したのはね、ほんの一部でございましてね。なおかつアニメ関連を中心に紹介していきましたのでね、まあ、ソシャゲ関連なんかね、特にエイプリルネタがね、盛んでございますので、気になった方はぜひ調べてみてください。一部ね、本当になりそうなものもあったりするんですけれどもね、ということで、そんな感じでございました。皆さんどうもありがとうございました。ぜひともコメント欄にお願いします。それじゃまた。